マットキャッツの孫です。天地の隔たりを見極めない。パワーの目。はい、この黒押し鬼というキャラの、説明をしたいと思うんですが、このキャラは、まあ、いわゆる道義系のキャラクターで、波動拳や竜巻旋風脚、そして昇竜拳のような、オーソドックスな技を持っています。竜などと違う点といえば、波動拳が画面端まで届きません。硬直も少し長めです。その代わりといってはなんですが、竜や他の道義に比べて火力があります。この火力が魅力で鬼を使ってるっていう人はかなり多いんじゃないでしょうか。アーケードエディション、バージョン2012から比べてこのウルトラにかけてかなり評価点が多いです。一番その注目のポイントといえば足払い。足払いの性能が発生が早くなり、そして硬直も短くなったので相当使いやすくなりました。そしてもう一つがセービングのリーチですね。今までは全キャラ中でもかなり下位の方に入るぐらいのリーチの短さだったんですが、それがリーチが伸びるようになりました。かなり長くなったので、これはかなり使いやすくなったのかな。まあコンボとか、レッドセービング関連のコンボとか、そういう部分でも生きてくるのかなと思います。あとはそうですね、石星地雷拳という技なんですけれども、今まではガードされると確定反撃をもらってしまうような技だったんですが、その確定反撃を受けるようなフリーフレームが、減ったのがかなり特徴的な変更点なのかなと思います。その代わりといってはなんですが、中石星地雷拳が1フレーム目の無敵がなくなり、2フレーム目から空中判定という暴れでちょっと使いにくくなったのかなと思います。はい、この鬼なんですが、今まで攻めに行く技が弱かった印象があるんですが、足払いの強化により、攻めに行く技が増えたと考えてもらっても構わないと思います。なので、今までみたいな少し待ち気味な戦い方ではなく、ちょっと攻めに行くような戦い方もできるんじゃないのでしょうか。